こんにちは。こんにちは。今日はこちらの。そうなんです。はい。はい、今日は僕から、紹介したいんですけど、新商品というか、こちらの商品ですね。はい。はい、リライトソックスっていうんですけど、はい、どうですか、この入れ物。かわいいですね。はい。ちょっとかわいいですね。はい。靴下なんです。靴下なんですが。靴下入ってるんですか、はい。こういう形になってる。ちょっと一回中見てみてもらっていいですか。はい。はい。うん、お、はい、おお、うん、黒い靴下、そうなんです黒で、はい、2個じゃなくて1セットずつ入ってるんで、はい、2セットですかね、2セット入ってます、うん、はい、で早速なんですけど、はい、今日はちょっとこう履き方と、はい、これにも実はこう体の変化っていうのを体感してもらえるので、はい、今日はちょっと実験的に、はい、はい、全く何も聞いてないですよね。何も聞いてない ですから、どんな変化があるのかっていうのをちょっと実験的に体感してもらおうかなと思います。はい。はい、ちょっとこんな感じなんですね。はい。おお、しっかりした靴下。めっちゃ作ってるんですね。そうなんですよ。へえ。ちょっと手を入れてみてもらって。奥に行けば行くほどきつい、はい、そうですよ、これがいわゆる圧着ソックスで、中に行けば行くほど締め付けが強いので、うん、逆に言うと靴下の足先のむくみ出る部分をギューッとこう体幹の方に押し戻してくれる作用があるので、はい、むくみ改善とか、うん、あと末梢にあるものが中に入るので、はい、温め効果もあるっていう、だそういう形で、まあ、一般的な圧着ソックスなんかはかなり好評で売れてるんですけど、実はその圧着技術だけじゃなくて、ですね、高電子繊維と呼ばれているセラミックが練り込まれてます。セラミック、はい、それが入ってることによって自分の体温がこの生地繊維によって反射されて戻ってくるより温まるんですよ。そうなんですね。冷え性どうですか？冷え性なんです、私。ぜひ試してもらいたいですね。はい。はい、今日も冷えてますか？冷えてると思います。冷えてますか？はい。はい、じゃあまずね、履いてもらおうかなと思うんですけど、はい、ちょっと座ってもらっていいので、はい。はい。ちょっと持ってますね。はい。可動性が上がるっていうよりかは、はい、どちらかというと、リンパの循環促進が流されるんですよ。はいはい。実は足回りだけじゃなくて、はい、同側側、同じ右なら右側、左なら左側、はい、全体的な循環を良くなるような気配があるんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい、結構この辺の、デコルテ付近ってリンパ流すとき重要じゃないですか。はい、で、この鎖骨の下あたりとかを、はい、ちょっと失礼しますね。手を上から取っておいてください。痛いじゃないですか。はい、滞ってれば滞ってるほど痛いんですよね。はい、滞ってます。はい、で同じ側でやるとちょっと腕がしっつらいと思うんで、ちょっとこうクロスさせるような感じにしてみて、はい、右と左で、うん、痛み強い方ですか。痛み強い方してみて、もしくは硬いなみたいな。左、こっちが左の方がありますね。はいはい、あとは、腕を上げてみて、で、ちょうどこの脇のお肉お肉、この辺も、ちょっと盛り上がりが強い方とか左右差ありますかね。へ、どっちかな、うん、こっちこっち、はい、結構ね、この辺がリンクするんですね。こわばりがある方と、あと肩の盛り上がりというかこう姿勢の崩れとかによって、うん、こういう風に腕が入っているので、この辺のお肉も目立つようになっちゃうんですよ。あ、もっと言うとお尻もドテってなります。ちょっとパッて見てもらって、はい、お尻のこの、僕はちょっとおじさんなんであれですけど、尻こぶたを触ってみてもらって、はい、どっちの方がポテッとしてるかみたいなのってあります？左かな。左かな、はい、ってことはなんかやっぱりこっちの方が巡り悪そうだし、うん、重力に負けて落ちてる感じしますよね、うん、そんな感じしますね。はい、はい、ということで一回
左側にこれ履いてみてください。はい、はい、いいですよ、座ってもらっても大丈夫です、はい、よいしょ。そうなんですよ、360D という周波数記録です。あ、すごい、きついよいしょ。で、かかとまで入っちゃうよね。あ、はい、できました。はい、はい、はい、こんな感じです。はい、どうですか、入った感じ。すごい締め付けられてる感じがしますね、うん、痛くもない、ね、痛くはないです、はいはい、結構圧着強すぎると、うん、結構しんどいと、あ、そこまで苦しくないというか、はい、うん、はい、大丈夫ですね、はい、ということで、はい、そんな感じなんですよ、はい、で、多分ポカポカも数分でしてくると思います。はい、はい、で、一回また、そうですね、これですね、あれ硬かったんですよね。なってきてます。なんか普通になって。普通になってます。はい。はい、え、履いただけなのに。そうなんですよ。しかも足だけですからね。なんですかこれ。あとはこっちもやってみてもいいですか。はい。はい。この筋肉の感じ。気にならない。ならないです。はい。人によってもね、個人差はあると思うんですけど、結構むくみがひどかったりとか、はい。はい、循環不全を知っている方なんかは結構変わってます。履いただけなのに。そうなんです。お尻もちょっとぜひ触ってみてください。はい。お尻こぶった。お尻、あんまり分かんない。お尻は分かりづらいですか？はい、前ちょっと人にあるみたいなね、はいはい、いや、でもこの肩周りとこれの鎖骨の触りが全然違う。変わりますよね、はいはい、逆にもう逆転しちゃってるぐらいだと思うんですね、はい、今、暖かくなってきました。なってきました、はい、はい、ポカポカです。そうなんですよ。逆にこれで、はい、その言い換えると例えば夜寝るのはちょっとおすすめしないので、はい、日中履きでお願いしたいなと思うんですが、はい、例えばセラピストとして施術するときに履いてもらって施術すると、うん、この付近が柔らかくなるということは、うん、それだけ流れていきやすいじゃないですか、うん、まあ、そういうのでも施術のときに履いてもらうものでもすごい使えるなと思うし、はい、あとはね、お仕事中なんかでも使えるかな、はい、うんうん、そうですね、うん、普段でも履けるし、うん、そういう、なんだろう、体のちょっとこわばりがあった時に履いてこんなに変わるなら全然履いていいなって思います。普段圧着ソックスって履いたことありますか？寝る時だけ。あ、寝る用で、はい、ですね。結構こうギューってすごい締め付けられて、はい、これ本当に血行にいいのかなっていうのも感じたりとか、その辺のなんか基準が分かんないじゃないですか、うん、はい、それがやっぱり逆に強すぎて鬱血しちゃうっていうケースもあって、うん、はい、やっぱり素人目に判断ってつかないと思うんですけど、うん、柔らかくなるとか、はい、動きが良くなるっていうのは一つ基準で見てもらっていいですか、ね、はい、ちょっとこれで覚えてもらって、はい、使ってるやつもどうかなってチェックしていってもいいかもしれないです、はい、これで一回、あ、じゃあ片方は普通のソックスに片方は、はい、右側は、はい、ちょっと靴履いてみて、はい、大丈夫ですか？あ、履きやすさどうですか？あ、もう多分そのデニールが強いから、しっかりこう足がホールドされてる感覚っていうのはあって、なんか当たりも違う、靴からの当たりも違うし、なんて言ったらいいんだろう、あったかい
そこ重要ですよね。はい、そこ重要ですよ、これから全然違う。多分今は室内だからなんですけど、うん、冬外に行った時に多分私も冷え性なんで、うん、冷えって結構足からもすぐ来るんですけど、多分感覚がもう違うと思います。これすごい。もう全然普通に靴下っていう感じで、はい、そうですね、すぐはないです。はい、こんな形で、うん、結構足なのに、うん、この辺のね、はい、体から柔らかさも感じてもらえるような、はい、エッセンスも入ったアイテムになってますので、はい、ぜひ、はい、ご自身でもちょっとチェックしてもらえていいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でもないって感じますか？そうですね、なんか変なこう硬さが最初あったんですよ、ここ触った時、はい、うん、でもなんか今全然さっきの何だったのっていう。そうなんですね。はい、これもうこの靴下履いたらもう脱げないですね。そうですね、はい、はい、